京都駅、京都駅は、京都府京都市下京区にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、東海旅客鉄道、JR 東海、近畿日本鉄道、近鉄、京都市交通局、京都市営地下鉄の駅である。政令指定都市であり、近畿圏の主要都市の一つであり、また年間を通じて、膨大な観光客を受け入れている、京都市の玄関となる駅である。 東海道新幹線の全列車が停車するほか、JR には北陸、山陰、関西空港、南紀方面、近鉄には奈良、柏原神宮、伊勢島方面など各地を結ぶ特急列車が発着する。JR については在来線特急の発着種類が日本一多い駅である、公実。観光客はもちろん京都市内あるいは各線乗り換え利用の 通勤通学客も多く、1日平均の乗降人員が各社合計で70万人を超える日で有数のターミナル駅である。第1回近畿の駅100選に選定された。以下の合計4社局が乗り入れている。JR 西日本、JR 東海の駅は特定特市内制度における京都市内の駅であり、運賃計算の中心駅となっている。当駅は 地上の駅に近鉄京都線が発着し、地下の駅に近鉄から京都市へ、カラスマ線へ直通する列車が停車するため、地上と地下に同じ事業者、同じ路線の車両が停車する。JR 線、地下鉄線、近鉄線を区別するために、近鉄線の駅は近鉄京都駅、地下鉄線の駅は地下鉄京都駅、カラスマ線京都駅と呼ばれることが多い。 京都市内を走る大手市鉄で、近鉄線だけが京都駅に直接乗り入れており、他の鉄道会社、阪急電鉄、京阪電機鉄道は京都駅から離れた場所にターミナル駅を持っている。JR 西日本の駅は愛古家、愛イ化近鉄と地下鉄の駅は、愛イ化のほかピタパ及びスルッと関西、対応隠しカードの利用エリアに含まれており、 それぞれ相互利用可能な各カードにも対応している。JR 東海の東海道新幹線の駅では、乗客が蒸気のカードのみを利用して、自動改札機を利用することはできないが、新幹線の時期乗車券や EX、IC カードを在来専用のアイコカなどの交通系、IC カードと見合わせて使用することが可能となっている。現在の JR 在来線と東海道新幹線の 駅は、かつては、同じ日本国有鉄道、国鉄の駅であったが、国鉄分割民営化後は、在来線が、JR 西日本、新幹線が、JR 東海の管轄に分かれ、駅長も、JR 西日本と、JR 東海で別に配置されている。なお、JR 西日本の駅は、管理駅として、山品駅と梅工事京都西駅を管轄しているが、山品駅は、 地区駅長が配置され、一定の権限を持っている。夜間対白の設定もある。JR 京都駅の事務官コードは61万116、京都市内の事務官コードは61万9902である。開業は1877年、明治10年2月6日。当初は新橋駅横浜駅間の鉄道に続いて2番目に開業した。 神戸駅東駅間鉄道の終着駅であった。路線形状の都合や、用地買収の楽な、錆びれた地域だったという理由から、旧来の繁華街である三条通りなどからは遠く、離れた八条通り付近に東駅が設置された。初代の駅舎の位置は、現駅より早北側で、1914年、大正3年に線路を付け替えて、現在地に新駅が建設されるまで使用された。 跡地は、駅前広場の一部にあたる。後に当駅から大津駅までの鉄道も開業するが、この時のルートは、東山にトンネルを改作するだけの技術がまだなかったことから、現在の JR 奈良線を稲荷駅周辺まで南下した後、現在の名神高速道路が走っている敷地を通って大津駅へと向かうものとなった大津駅の項目も参照。 その後山陰本線が開通し、後の奈良線となる奈良鉄道や市内の路面電車、京都市電も乗り入れるようになり、東駅周辺は急速に発展していった。1921年、大正10年8月1日に東海道本線のルートが東山トンネル、新大阪山トンネルの開通によって、馬場駅、現在の税税駅から東駅間で変更。 短縮されることになった際に、利便性を上げるため五条の市街地近くに駅を移設する案と、新しい市街地の開発を図るため当地の北部を経由するルートに変えて、2条駅が現在設けられている付近に、新しい京都総合駅を設けよういう案もあったが、市街地付近に線路を引き込むのは、予算や用地、工事の面で困難であったことと、当駅付近で線路を迂回させるのは、 トンネル開通に伴う距離短縮効果を失わせるということから、どちらも立ち消えになった。東海道新幹線の計画当初は、東駅を経由せずに、京都市南方を経由して、そこに新幹線の駅を設け、速達列車の光はその駅を通過させる案となっていたが、自治体や地元財界、地元住民などの猛反発を受けたことから、 当駅に新幹線ホームを併設して、全営業列車停車に落ち着いた経緯がある。また、のぞみが登場した1992年、平成4年3月14日、東京発の一番列車、のぞみ301号は、名古屋駅と当駅を通過していた。JR 東海の本社所在地である名古屋では、名古屋飛ばしとして門となったが、京都では、観光に適さない、 時間帯の列車であることから、ほとんど問題視されなかった。その後、1997年、平成9年11月29日のダイヤ改正で、この、のぞみ301号は廃止されている。なお、計画中の中央リニア新幹線を、京都駅も経由するように、地元側が、誘致活動を行っているが、周辺府県及び市町村の主張からも、基本計画にある、 奈良ルート支持が大勢を占めており、非常に厳しい状況に立たされている。同じく現在計画中の北陸新幹線は、複数のルート案があったが、2016年に福井県の鶴ヶ駅から小浜駅を経由して、京都駅に乗り入れることが決定した。また、京都駅からは2017年に、京都府南部の松井山手駅付近を経由して、新大阪駅に接続する。 南回りルートに決定された。ホームは JR 西日本管轄部分は乗り場、JR 東海管轄部分は番線と呼称するため、本校でもこれに従う。戦術の通り1番乗り場は欠番となっている。11番線14番線は新幹線が使用している。0番乗り場の西側が30番乗り場で、その北側に、 山陰線の31から34番乗り場がある。方面表記は2019年3月16日改正現在の JR お出かけネットの駅構内図に即している。また、特急列車専用ホームは、当該特急の直通路線名で案内されているのでそれに合わせた。基本的に0から3番乗り場が、東海道本線上り、湖西線、草津線直通を含む、 4から7番乗り場が東海道本線下り、8から10番乗り場が奈良線、30番乗り場が関空特急、はるか、31番から33番乗り場が山陰本線、11.12番線が東海道新幹線上り、13.14番線が東新幹線下りに用いられている。発着する特急については口述する。二千十九年、 平成31年3月16日の改正現在、乗り場は蒸気のように案内されているが、細かく分けると以下のように使用されている。JR 西日本京都駅構内配線図あたり駅は、山陰方面へ向かう、スーパー白土、関空特急、はるか、山陰本線経由で、北近畿方面へ向かう、各種特急の起点となっている。ただし、はるかの一部は、 前原駅へ直通するほか、南紀方面の特急の一部も東駅まで乗り入れてくる。また、大阪駅発着の北陸、飛騨方面行きの特急も停車する。在来線の出入り口は、北川地上に、唐島中央口、北側地下1階に、地下中央口、南北自由通路に通じる、西側京城駅車上に、西口、地下自由通路に通じる地下1階に、 地下東口、南東側地上に、八条東口、山陰線30番31番乗り場ホームから、ビッグカメラ JR 京都駅店2階に直結する、西の東院口がある。新幹線の出入り口は、南側地上に、新幹線八条口、南東側地上に、新幹線八条東口、新幹線本コース西側に、新幹線中央口がある。 在来線と新幹線は、新幹線中央乗り換え口と、新幹線東乗り換え口を介して乗り換えできる。乗り換えは、カラスマ口のバス利用者は、カラスマ中央口、八条口のバス利用者は、八条、東口、新幹線八条口など、在来線近鉄線は西口、在来線地下鉄は、地下東口、新幹線近鉄線は、 新幹線中央口、新幹線地下鉄は、新幹線八条東口が資金である。他の京都市内にある各線の駅や大都市の主要駅と比べると、カラスマ中央口は、駅前のターミナル、バスタクシー乗り場が広く、ゆとりがあるのが特徴である。京都駅の駅舎のうち、JR 西日本のカラスマ中央口側のものを、京都駅ビルと呼ぶ、 地上16階、地下3階、高さ60メートル、敷地面積3万8000平方メートル、延べ床面積は23万8000平方メートル、東西の長さは470メートルに及び、鉄道駅の駅舎としては日本有数の規模である。1997年に完成し、新しい京都市の顔となりつつある。現在の駅舎は4代目にあたる。1915年。 大正天皇のご大典に合わせて古典様式の二代目駅舎が渡辺節の設計により建築されたが1950年に火災により消失その後1952年に鉄筋コンクリート造りの近代的な三代目駅舎が竣工したしかし駅が発展するとともに増築に次ぐ増築を重ねたため地下街を含む商店街や 連絡通路などを含めると校内の構造は複化し、不便なものになっていた。また、駅舎本体にも老朽化に伴う、種事の問題が生じてきた。そこで、抜本的対策として、駅ビルの新築が計画された。これは1994年の平安線と1200年記念事業の一環でもあった。なお、ホームの南側、八丈口側には、 JR 東海の駅舎があるが、これは新幹線開通時に建設されたもので、近鉄、新幹線のホーム下にあり、規模は小さく、新しい京都駅ビル建設の際も、南北自由通路の設置や JR 線と近鉄線の改札を完全分離化したことと、在来線の自動券売機が八条東口に集約され、JR 東海の機種、自問が JR 東海のもので、 左上にに、海の記述がありながら、西日本海車線と、表記からカラスマ口と同様の JR 西日本の機種に変更されたこと以外は、大きな変更はなかった。なお、駅ビル建設後も数年ほど八条東口の在来線時刻表は、JR 東海様式だったが、これも2019年現在は、JR 西日本の様式に変更されている。 京都駅ビル JR 西日本は日本の鉄道駅舎としては異例の国際指名コンペ方式で行われ新駅ビル設計者には原康二、安藤忠夫池原義郎黒川紀章ジェームススターリングベルナールチュミペーターブスマンの7名の複数の建築家が指名された設計審査の結果まず原康二案安藤案 スターリング案の3案に絞り込まれ、さらなる協議を経て、原工事案が最終案として採用された。京都駅周辺は高さ120メートルまでの建築物が建築可能となる特例措置が設けられているが、高さ制限の緩和は、こ都の景観を損なうものとして、対意見も根強かったため、建物の巨大さ、高さに起因する圧迫感を回避し、 いかに周辺環境との調和を図るかが作品の評価のポイントとなった。採用された原工事案は最大高さを60メートルに抑えた上で南北方向の道路に合わせて建物を分割して視線を通すなど圧迫感を回避するような配慮が随所に見られる。採用に至らなかった書案の概要は次の通り、このほか、駅ビル建設に反対した市民グループは 自社風木造建築の駅舎で周辺の商店を保護するため大型商業施設をテナントに入れないという独自の案を提唱し当時駅ビル問題を扱った NNN ドキュメント日本テレビ系列当該会は読売テレビ制作でも紹介されていた京都駅ビルは東側にホテルグランビア京都西側に百貨店の JR 京都伊勢丹が一致する その間の中央コンコースは4000枚のガラスを使用した正面と大屋根で覆う広々とした吹き毛、横幅147メートル、奥行き29メートル、高さ50メートルになっている。吹き抜けの最上部には地上45メートルの空中経路が通っている。吹き抜けから東西へは渓谷上の階段が設けられている。伊勢丹側の大階段は 段数171段、高低差は11階建てビルに相当する35メートル、全長は70メートルある。大階段は、コンサートや、毎年2月の JR 京都駅ビル大階段駆け上がり大会、主催、KBS、京都などイベント会場としても利用されるほか、カップルや観光客の憩いの場ともなっている。また、非常時の避難経路となることも想定されている。 京都駅ビルの延べ床面積23万8000メートルの内訳は、駅施設が約1万2000メートル、ホテルグランビア京都が約7万メートル、百貨店などの商業施設が約8万8000メートル、美術館、駅、京都などの文化施設が約1000メートル、駐車場が約3万7000メートル、行政関係施設などが約3万8000メートルとなっている。 他都市の大規模な駅ビルの場合、面積のかなりの部分を企業向けの賃貸オフィスに割いていることが多いのに対し、京都駅ビルはそうした部分をほとんど持たない。その後、佐賀の線ホーム亀岡より側付近は京都駅 NK ビルが増築され、新しく改札口、西の東院口を設けた。この改札口は、同ビルに出店した家電量販店ビックカメラ京都店の内部に、 取り込まれてる。建築、設計、京都駅ビルは規模の巨大さとデザインの斬新さにより、建設時はもちろん建築後も、その評価には賛否がある。建設当時には、京都、町づくり市民会議などが中心になって、激しい反対運動が起こった。また1990年代初頭、京都仏教会はこの駅ビル建設に、 景観が悪くなるという趣旨で強く反対していた。2007年、平成19年8月23日、京都駅ビルの西側、JR 佐賀野線ホームの亀岡寄川付近に、京都駅、NK ビルが増築された。延べ床面積は約1200平方メートル。同ビルには、家電量販店ビックカメラ京都店が出店した。同ビルの中には、 JR 佐賀野線プラットフォーム30.31番乗り場に直結する改札口 JR 京都駅西の当院口が新設されこの改札口はビッグからの売り場内部に直結している京都より車両に乗客が集中する佐賀野線の混雑緩和が図られている主な駅弁は下記の通り近鉄京都線の前身は奈良電気鉄道であり同社が 京都駅への乗り入れを最初に計画時は、高架式を採用して、東海道線を枯線し、北口、唐津間口側に駅を設ける予定としていた。しかし、昭和天皇即位の例が実施されるのに間に合わせる必要があったこと、それに予算の問題もあって、当面は仮設駅として、現在地に地上で京都駅南側に駅を建設した。その後、仮設置の予定であった。 駅設備は北側まで移されることもなく、東海道新幹線の建設時に国鉄の要請を受けて駅を高架化し、現在のように新幹線駅の真下にホームが設けられる構造となった。それまで保有していた北口までの免許は仮設駅として設置している現在の位置を本設駅とすることにより取り消されている。2007年から2012年にかけては、 近鉄の主要ターミナル整備計画により、駅のリニューアルが行われた。1階にあった8条改札鉱石地に、近鉄名店街を増上し、近鉄名店街宮古道と名を改めて2008年10月9日に、リニューアルをオープンした。また、新たに4番線を増設し、その直上には2011年10月に、ホテル近鉄京都駅がオープンしている201年4月に、 名称を、都市近鉄京都駅に変更。串型ホーム4面4線を有する高架駅で、ホーム有効長は6両編成分である。新幹線ホームの真下に位置する。1997年に、JR 京都駅4代目駅舎が竣工して、南北自由通路が通行可能になる以前には、カラスマ口に、友人個別対応の券売窓口が存在していた。 また中央口改札には、開業当初から、長らく、国鉄 JR 京都駅の構内に入り込む形で、乗り換え用の改札機があったが、現京都駅ビル建設及び、同駅南北自由通路設置に合わせて、両社の乗り換え改札口は、完全に分離された。そして、2007年12月1日には、駅リニューアルの一環として1階の八条口改札、切符売り場が廃止され、 定期券売り場、駅営業所等を含めて2階改札口、中央口に移転、集約された。駅長配置駅で当駅から桃山五両前駅間の各駅を管理している。便宜場、京都市電京都駅前電停の歴史についてもここで、触れる。同電停には、伏見線、後に、河原町線に編入、堀川線、唐須線が乗り入れていた。 島式ホーム一面二線を有する地下駅である。改札口は、北改札、友人、中央一改札、友人、中央二改札、無人、南改札、無人の4カ所で、JR 在来線への乗り換えは、中央二改札が、JR 奈良線、新幹線及び近鉄線との乗り換えは、南改札が便利である。年度別条項。 乗車人員数は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。周辺は、商業地域である。駅の北側に位置している、駅付帯施設など名所、旧跡など、公共施設企業、金融機関など、駅の南側に位置している、南東北、関東、中部、中国、四国、九州方面の高速バス路線が発着している。 また市内を縦横に結ぶ市内バスの起点や市内、定期観光バスの出発地でもあり、多数のバスが発着している。以下の番組表記、系統別の記述は左から順に、乗り場番号、運行事業者と方面、系統番号など、使用経由地、行き先を示す。京都駅前停留所、なおからスマ口を経由する一般路線バスは、他にも、 京阪バス308号経路、西本願寺京都駅八条口があるが、この系統は、順々間的な経路を取り、京都駅、カラスマ口前を通るルートではあるものの、全便が停車せずに通過となる。ただし同じ京都駅の八条口に向かう系統で、あるので、そのまま乗車すれば大回りにはなるものの、京都駅自体にたどり着くことはできる。 カラスマ口よりやや東側に離れている、京都センチュリーホテル北隣のザサウザンド京都、京都第3タワーホテル跡地に設置入り口前の、構内に設置されている。南北自由通路に近い京都駅八条口と八条東口に、近い京都駅八条口アバンティ前の二つの停留所がある。国鉄時代から自動車駅として独立した窓口が設置されていた。 インフォマティックの一部便が発着。ただし、実際の停留所は七条通りの京都ヨドバシ、駐車場出入口付近となる。近鉄バスが共同運行している路線、一部を除くなどが発着する。下記路線のうち発車場所と到着場所が異なる路線もある。上記以外のツアーバスから移行した路線が発着。かつては、 近鉄八条口付近の八条口観光バス、駐車場から発着していた便もあったが、駅前広場再開発に伴い撤去されたため、2015年2月26日から2017年1月31日まで、これらの路線は地下鉄十条駅付近の京都鴨川十条、タイムズ鴨川西に発着していた。2017年2月1日からは京都アバンティ前に整備された。 新たな観光バス駐車場に発着している。また、ウィラーグループが近隣に校舎専用の停留所、京都駅、ホテルセントノーム、京都前を設置していい。国道1号4モール京都沿いに設置。当駅は日本における国際観光地の玄関口のため当たり駅が登場する作品が多い。東海道新幹線の列車及び在来線特急、急行の停車駅は、 各列車記事を参照。括弧内の英数字は、駅番号を示す。5おさむき。